グランドソナタと蝶々作品37は、ビオトルチャイコフスキーが1878年に作曲したピアノソナタ。現代は大ソナタ。このピアノソナタは1878年の3月から4月にかけてスイスのクラレンスと仮面化で作曲された。名高いバイオリン競争曲が書かれたのと同じ時期である。弟のアナトーリアテの手紙の中で、 チャイコフスキーはそなたを書くにあたって直面している。困難について愚痴をこぼしている。私はピアノのためのそなたを書いているが、その作曲は容易には進まない。うまくいっておらず、進捗はわずかであるまた自分を仕事へと向かわせなければならないが、さほど熱意が湧かないのである。数々の望ましい状況に恵まれているにもかかわらず、仕事に対して乗り気でないことが事実であるという、 その理由が理解できずにいる。自分の中から貧弱で粗末な着想を絞り出し、小説ごとに熟考を行っている。しかしその作業を続けながらも、突如霊感が降りてくることを望んでいるのである。友人で、バイオリニストのヨシフコテックがクラレンスに到着すると、チャイコフスキーはそなたにかかる作業を中断して、すぐさまバイオリン競争局に意識を集中させた。 4月の半ばになって再開されたソナタの仕事は、その月の終わりまでには仕上がっている。初演は、ロシア音楽協会のコンサートにおいて、ニコライル・ビンシテインのピアノによって行われた。初演は作曲者にとって、大変喜ばしいものとなった。ソナタの演奏は、類まれなる熟達によって行われ、私はそれ以上に何かを聞くためにその場に泊まってはいられないほどであった。そのため、 私はすっかり夢見心地で会場を後にしたのであった。本作は後にルビンシティンによって再演されており、批評家からの絶賛に迎えられた。こうして発表当初に大きな賞賛を浴びたにもかかわらず、現代のレパートリーにおける地位は未だ盤石とはいい、難い。しばしば批判の矛先が向けられるのは、ロベルト・シューマン風に敷き詰められた和音である。また、稀に見る。 メロディーメーカーであったチャイコフスキーの才能が本作の中に余すところなく発揮されているとも言い,い、がたい。しかし楽曲に込められた総意は極めて豊かであり、第4公共曲と第2競争曲の作者がたちまち愉快に見出される、ピアノ・ソナタは聴く者の記憶に残る作品となっている。初版は、ユルゲンソンより1879年に出版、曲は、 カール・クリント・ボルトへと検定された。約29から33分。そなた形式。助走なしに更進曲調で英雄的な響きの第一主題が提示される。この主題が全曲を形作っていくことになる。フレイチ直後に続いてレチタティーボ風の楽奏が現れる。これも第一主題の一部であり、フレイチとは共通のリズムにより関連付けられている。 フレイに必要に普天のリズムを刻む計画となり、そのクライマックスでフレイ一が再び姿を表す。その後は後進の調子が残って推移する。続いて第一主題とは、対照的に序章的な第二主題群が提示される。補丹町のフレイ三と、都町長、都丹町を移ろうフレイ四である。フレイ三フレイ四フレイ三フレイ四が華麗に変装されると、 簡単なコデッタが置かれて、展開部へと進む。展開部では両主代とも大きく発展させられることはない。まずフレー1が出されて大きく盛り上がり、その頂点から分厚い和音が加工する。続いて、スイーブを経て、露単調から和音とアルペッチョを織り混ぜた、フレー1後半の技巧的な展開となる。ペザンテでクライマックスを築き、 フレイ1前半の動きを繰り返しながら静まっていく。再現部は、フレイ2から開始して、フレイ1がその後に出る。次に、フレイ3が途端調で、再現されるが、フレイ4を省略して、フレイ3の変装となる。変度調調でフレイ4の変装が現れて、小げッたにいたり、フレイ1に基づくコーダは最後に主音を長く保持して、堂々と集結する。 フレー語の瞑想的な主題で幕を開ける。この主題は大部分が、ー音と葉音の実により成り立っているが、腐された生命な火星は、その事実を感じさせない。フレーゴシューマンを思い起こさせるような不転リズムを伴うエピソードが挿入され、再びフレー語が、オクターブで歌われる。フレー六中間部では、波長長に転じて、動きのある主題が奏でられる。 フレー7フレー7が左手に移ると三連符が彩りを添え、三連符を伴奏としたまま大きな盛り上がりを築く。上昇する三連符のアルペッチョに乗って、フレー5が回帰して、フレー6も続く。フレー6の普天リズムが対比法的に発展して、フレー5も加わり、最大のクライマックスが形成される。一小節を超える全球子を置いてからフレー5が改装され、 コーダでは、シンコペーションのリズムの上に中間部の主題が、歩単調で歌われ、最弱音からさらに音を弱めて消えるように終わりを迎える。創意を感じさせるスケルツォ。冒頭、フレイ8で開始する主題では一拍目の音をほとんど感じることができない。フレイ8経過的な中間エピソードを挟んで、フレイ8を繰り返すと第一部を終える。トリオでは変歩調々となる。 流れの頂上に主題を置くように書かれており、ここでも一拍目の存在感は希薄である。フレイ級ピアニッシモのごく短い中間部を経て、フレイ級が再び奏され、間もなくスケルゾへと回帰する。末尾にフレイ8によるコーダがあり、スタッカートで次第に音量を弱めて閉じられる。ロンド形式。第一楽章同様に堂々たる音楽が施行されている。音楽は、 和音の競争に開始して、たちまち16分音符の流れの中に飲み込まれる。フレー10フレー10を繰り返すと、弦楽器と木管楽器の響きを連想させる、スタッカートの主題が現れる。フレー11フレー11には、序情的なフレー12が後続する。フレー12フレー12が勢いを弱めて低音に、残した音が次第に上昇、クレッシェンドして、フレー10の再現を導く。 フレイ10がに改装されると温かみのある主題が熱っぽく歌われる。フレイ13しばらくフレイ13の展開が行われた。後、再びフレイ10へと戻って、フレイ11も露単調で続く。そのまま、フレイ12も再現され、最後に、フレイ10が装されると頂点に到達して、コーダとなる。コーダでは、絶え間なく主音が打ち鳴らされる中で、フレイ13を改装し、 還言学的な響きによって全曲を確固たる集結に導く。注釈主典。ありがとうございます。